アシナガグモ科は、コガネグモ浄化に含まれる、クモメの分類群の一つで、含まれるものには水平炎膀を張る例が多い。アシナガグモ族やシロカネグモ族には、知名度は高くないが、身近で普通に見かける種が多く含まれる。アシナガグモ科の名は、タイプ族である、アシナガグモ族から来ている。確かにこの族のものは、足が長いのだが、このトガのクモは、 他の属でも足の細長いものが多い。ほとんどが水平円網を張り、特にその中央に穴が開いた形の無骨式網と呼ばれる網を張る。しかし中には網を張らないもの、妖精のみが網を張るものなども含まれる。足長雲属と白金雲属には中型で目立つ網を張るものが多く含まれ、一部は人家の軒下にまで姿を見せる。分類上の扱いは変遷があり、 元々は、小金モ科に含まれていたものが、独立化として扱われるようになったが、その時点では、土曜モ属などは、小金モ科のままで、その後改めて移された。後に女グモも小金モ科からここに移されたこともある。完成生きるいで煮詰めるに属し、古い板を描く。東胸部は縦長、目は前後二列に描く四眼の八眼。顎がよく発達するものが多く。 外科はないか、痕跡的。性的二成は、小金雲かのものほどは大きくなく、オスは、メスより一回り小さくて、キャシャな程度。足長雲族では、オスの顎に、メスより、よく発達したトゲ状突起を持つ。ふわしはいずれも細長く、特に第一脚が長いものが多い。ももにまっすぐに立ったような毛が綺麗な列で、並んでおり、これは、長毛といって、 音を感知すると言われる。腹部は短い楕円形のものからほど長いものまで様々。また、メスの腹部下面前方、諸背の後方中央に姿勢生殖光があり、その入り口は外目ス器として種ごとに固有の複雑な構造を備えるのが普通であるが、この類ではこの部分が単純で種による違いが大きくない。特に足長雲族では外目ス器が形成されない。 オスにおけるフレシ期間でも昆布やチューブ弾きなどを持たない。ほとんどのものは増毛製で水平円毛を貼る。この円毛はお,おおよそ水平に貼られる点以外は見かけは黄金雲族などに見られる標準的なものに見えるが網の中心の縦糸の集まったところが異なる。普通の円毛ではここに横糸と同じようにしかしより密に糸が貼られており、 ちょうど雲の座る座布団といった格好になっているのだが、この類の網ではこの中央に穴が開いており、縁網の中央にはやや幅広い糸の帯で縁取られた穴となっている。これを無骨う式網という。雲は網の中央の裏側に定位する。足長雲族などの多くは夜行性で夕方から網を張るが、白金雲族には昼間から網を張って、その中央に居続けるものもある。 大白金雲では、日差しの強い時にぶら下がるような姿勢で、体温上昇を避ける例もある。網にいる、大白金雲中型の足長雲や大白金雲は、開かれた空間に網を張り、谷間の土曜雲では時に、渓流の流れをまたいで両岸を糸でつないで、その中央近くに網を張る。日本の渓流のような水流の上では、谷間の土曜雲、大白金雲、足長雲など、 本家の雲が多く、空間の陣取り合戦を繰り広げる。より小型な鱗足長雲では、樹木の枝の間や葉の裏などに網を張る。絹足長雲は、多少特殊な網を張る。この雲の網は、基本的には、縁網だが、縦糸が5本しかなく、全体の形は五角形になっており、さらに妖精では、縦糸が4本で全体の形は、方形となっている。また、 枠糸を作らない。また、聖論足長雲では、木の枝などの間に網を張るが、往々に、網の中心が枯れ枝の一つにくっついてあり、そのために、網全体がこの枝で2分される。他方で、金曜雲では、妖精の時には、樹状の枝の間に水平円網を張るが、生体は網を張らず、夜間に、葉の間に糸を引いてその上で待機し、 飛来する昆虫を足で引き寄せて捕ヒメアシナガグモなどは地上性で、妖精は地表近くや土のくぼみに水平円網を張るが、生体はやはり網を張らず、徘徊性の雲のように歩き回って獲物を捕らえる。直接的なものはない。日本ではヤサ型アシナガグモが水田に非常に数多く、害虫駆除に一定の役割を果たすものと考えられている。アシナガグモは、 東下の周辺によく集まり、その周辺を汚す一員となる。その他、白金雲族や足長雲族には、人家周辺によく出現するものがいくつかある。かつては、小金雲家に含めた。後に独立化とされたが、土曜雲類は、小金雲家に含めたり、この都がとしたりと変遷がある。女郎雲もこの都がに含めたことがあるが、現在では独立化とされている。 現在の判断では、よりメグモカやカラカラグモカなど、炎毛的な網を張るクモの軍とサラグモカ、ヒメグモカを含む、探偵軍に対して、姉妹軍を同じ、これら全体が、小金グモカに対して、姉妹軍となるとされている。世界中に60属950種ほどが知られる。そのうちで足長グモ族が約300種、白金グモ族が170種で、 この二族で種数の半分を占める。この二族は日本でも普通種を多く含み、種数も多い。日本からは確実なものとしては11族44種がある。以下に日本から知られるもののうち代表的なものを挙げる。それ以外のものについては、足長雲科の属種を参照されたい。以上、この章の各種についての記述は深海 P166 から182による。 うねほか、P46 ヤギヌマ、P91 から92、おの、P405。ありがとうございます。